はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、栄養学の限界というお話をさせていただければと思います。はい、このお話はですね、私が先月ですね、受講させていただいたファスティングマイスターのですね、一級検定というですね、検定の講習の中でですね、講師の先生がお話しいただいて、すごくですね、印象に残ったお話でしたので、ちょっとこの場でですね、私の、頭の中の整理もですね、込めてシェアさせていただければなというふうに考えています。栄養学の限界というお話ですね。はい。何かというとですね、例え話だったんですけども、リンゴですね、リンゴ。リンゴをですね、リンゴジュースにすることはできますけども、リンゴジュースをリンゴにすることはできないですよね、という話だったんですよ。はい。もう一回言いますよ。リンゴをリンゴジュースにすることはできても、リンゴジュースをリンゴにすることはできないですよね、っていうふうに言われたんです。確かにそうですよね。確かにそうですよね。でも、それはですね、実際の、栄養学っていうのはそういうことを考えがちだっていうことなんですね。はい。要は、リンゴジュースのですね、リンゴの材料を原料ですね、リンゴジュースってのはリンゴの、原料 100% ですよね。100% ジュースだったら。それを取ってリンゴにすることってできないのに、体の中では、それをですね、できるものだっていうふうに、思って取るわけですよ。必要な栄養素を取ればですね、体の中でできる。じゃあそれはなぜできるのかっていうと、リンゴジュースを取ったからではなくて、リンゴジュースを取ることももちろん大事かもしれないんですけども、それだけじゃなくって、要は体の中の生命力があってこそですよね、っていうことを言われたんですね。はい。確かにその機能を無視してしまうと、ただただ取ればですね、リンゴができる、リンゴジュースを取ればリンゴができるっていうふうに思ってしまったら、実はうまくいかないんですよっていうようなお話だったんですね。はい。ちょっと抽象的な話かもしれないですけども、要はですね、栄養学というのはこれを取れ、これを取れ、これは取りなさいっていうですね、足し算ばっかりなんですね。足し算ばっかりをしてしまうと、要はその後のですね、生命力が要は低くなってしまうっていうところも理解していく必要があるんですね。はい。これをですね、理解するためにやっぱり酵素っていう言葉をですね、理解していただく必要があって、酵素。あんまり難しい話はしたくないんですけど、酵素っていうのは消化酵素と代謝酵素っていうのがあってですね、消化酵素、代謝酵素、体の中に酵素っていう人たちというかいるんですね。それが食べ物を取ることによって消化する、分解していくのは消化酵素の役目なんですね。で、酵素っていうのは消化酵素にもなりますし代謝酵素にもなれるっていうような機能が持っていて、消化ばっかりにですね、力を使ってしまうと代謝に力が使えないんですよ。代謝っていうのはいらないものを捨てたりとか、どっかを修理したりとかするわけですね。体の中を修理したりとか、要は消化ばっかりエネルギーを使ってしまって、食べ過ぎ、これを取ればこれを取ればっていう風にですね、リンゴジュース取ればリンゴできると思って取りまくるとですね、代謝ができない。なので作ったりとかいらないものを捨てたりとかできないんですよ。なので食べ過ぎることによってですね、体の中にいらないゴミがこう溜まっていったりとか、治したい病気も治せなかったりするんですね。だから取りすぎることは良くないんですよ。必要最低限のものを取ってですね、で、代謝酵素を活性化していくっていうことが必要なんですね。で、かついらない材料を取っても捨てるだけじゃないですか。それもまた代謝酵素の無駄遣いになってしまいますから、いらないものは取らないっていうことをしなくちゃいけないんですね。で、それをですね、じゃあバランスよく取れればいいんですけども、取ったとしても溜まったものは溜まってるわけじゃないですか。それを出す、そして出すっていうこともそうですし、かつ、その普段のですね、食事を取らないっていうことは、消化酵素も使わずに代謝酵素 100% 使ってもらうっていうのが、いわゆるファスティングなんですよっていうようなですね、説明をですね、していただいたんですね。なのでファスティングをすることによって、消化酵素を使わないですから、いらないものを捨てる、代謝酵素の役目としてのいらないものを捨てたりとか、修理すべきところを修理するっていうことに 100% 使うことができる。なので、リンゴジュースをですね、たくさん取るんじゃなくって、もう物はあるわけですから、修理したりとか何かを作ったりする代謝酵素にもっと注目するべきですよね、っていうことをですね、やっぱりあなたたちは伝えるべきですよね、っていうことをですね、言われたんですね。なんかすごくやっぱりですね、自分の中でですね、それが腑に落ちたというか、なのでやっぱり何かしらを取るっていう足し算ではなくて、やっぱり引き算という形で
いらないものを捨てたりとかですね、修理するべきところを修理するっていうところの、まあ、機会として、まあ、定期的なファスティングっていうのは必要なのかなっていうんですね、私の中でもすごく納得してきたっていうような話でした。はい、まあ、そんな感じで本当に私がですね勉強してきたことをですね、まあ、整理するためだけの動画になってしまったんですけども、もしあなたもですねやっぱり取ればいい取れば健康になるっていうふうにですね勘違いしているのであれば、ちょっとこの話参考にしていただければなというふうに考えています。はい、もしご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますのでご質問ください。また今後もですね健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですねこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。